機94は太平洋戦争末期における日本陸軍の試作高高度防空戦闘機。形状の全く異なる機941と機942があり、設計は立川飛行機、設計主務は長谷川達夫技師です。立川飛行機は練習機や輸送機の生産あるいは他社の転換生産を行ってきた会社で、機94は立川にとって初めての戦闘機の受注でした。当時立川は A26 長距離機、機77を基礎とした遠距離爆撃機の試作中でした。この爆撃機は与圧機密室を装備しており、立川は航空飛行に関する多くの経験を持っていました。機94は高高度戦闘機であるため与圧コックピットなどの技術が欠かせないので、機体の機密構造や航空飛行に関する経験の深かった立川が選ばれたのでした。日本軍は米軍が高高度大型爆撃機 B-29 を開発中との情報を早くから掴んでおり、高高度防空戦闘機の開発は近い将来起こりうる米軍本土爆撃に対して未来を託した設計案でした。機941の主要な要求性能は以下の通りです。任務、高高度における敵機、特に敵爆撃機の撃墜。特性、高度上昇力に卓越し特に高高度性能に優れたもの。最高速度、高度1万メートルで水平最大速度時速750km。上昇性能、実用上昇限度15000m。航続距離、高度8000m で全力 0.5 時間、高度4000m で巡航 2.5 時間、落下タンク装備時プラス 2.5 時間。1943年昭和18年6月、陸軍の指示を受けた立川飛行機は、当時27歳の長谷川達夫を設計主務者として、高高度戦闘機機941の設計をスタートさせます。長谷川は、航空機エンジニア養成の最高峰であった東京帝大航空学科を卒業した新進気鋭の技術者でした。長谷川は、高高度に対応した新技術を織り込み、これまでの常識を覆す設計プランを書き上げます。は、211L、排気タービン付き双発エンジンを中央弾道の前後に櫛形に装備し、その中間には与圧機密操縦席を置き、それぞれで牽引式、推進式プロペラを駆動。主翼からは細いビームを後ろに伸ばし、垂直尾翼は各ビーム後端に配し、水平尾翼はビーム後端をつなぐ形となりました。1944年昭和19年2月にモックアップ審査を行いましたが、構造上パイロットの脱出が困難であること、発動機の装備方法と冷却が実用的でないこと、排気タービンの装備方法が不適当で性能向上の余地がないことなどを理由に開発中止となります。また日本の戦闘機としては初めての三車輪式を採用していましたが、これも当時の低下しつつあるパイロットの技能ではこなしきれないと判定されたのでした。設計当時の計画では高度1万メートルで最大速度時速780km、上昇時間、高度1万メートルまで9分56秒、実用上昇限度14000m、武装は30ミリ砲と37ミリ砲2門ずつという異例の重武装で、当時としては画期的な高性能機となる予定でした。すでに戦局が急迫している時期であっただけに、この中止決定は非常に悔やまれました。しかし1944年昭和19年3月末に立川は中島において試作中であった機87の設計を流用し、機密室を装備した単発機として設計を再開するよう陸軍から指示を受けます。これにより高高度戦闘機機942として
開発が再開されるのでした。あなたにも先人の声が聞こえます。